ことが、梅武氏は、佐渡が学部屋所属の元大相撲力士。富山県内郡八尾町出身。身長180センチメートル、体重187キログラム。得意技は、右四つ、寄り、月。最高位は、東関脇。力士料理ごとが、梅外館、花の三八組の一人。昭和54年3月場所、佐渡が学部屋から、初土俵。当初は、 本名の北山で取っていたが二代目梅形にから梅の一時をもらい、ことが梅と解明する。午前二時から起きて、寺尾やマスラオと共に相撲教習所へをもむいて稽古をした。その熱心さから新弟子の頃より期待され、昭和五十九年三月場所で新十両、翌昭和六十年三月場所で新入幕を果たした。その後昭和六十年十一月場所で新小結び。 翌昭は61年7月場所に、親戚分けに昇進しその場所3大関に勝ち技能賞。あんこ型を生かした、打ちかまし、叩かれても落ちない重心が低く粘り強い押し相撲を持ち味に、昭和63年には当時連勝記録を伸ばしていた、昭和の大横綱、千代の富士と物言い,いのつく一番を取るなど上位を大いに、苦しめ、当時三役の常連だった、坂や、 土地の輪からともに、大関候補とも呼ばれていた。1988年1月場所、1横綱1大関に勝ち12勝し3回目の関東賞。5月場所は1横綱2大関に勝ち主君賞。平成元年7月場所で2大関に勝ち関東賞。9月場所は1横綱1大関に勝ち二能賞。と、関分けの地位で2場所連続で10勝5敗の2桁勝利を、達成。 翌11月場所に唯一の大関取りに挑んだが8勝7敗に終わり失敗に終わった。この頃が絶頂期であり、以後は酒好きから来る糖尿病や膝の負傷、腰痛で稽古が不足して前に出る相撲が取れなくなった。1990年代に入るとめっきり力が落ち、叩かれて頻繁に落ちるようになり、質の良い洗剤でよく落ちますね。昔は 質の悪い潜在で落ちなかったんですけど、と NHK 大相撲放送の解説を務めていた。では西木らに残念がられつつ告評された。そしてついには幕内を維持できなくなり重量に陥落。しかし前世紀の時と変わらない思いで支えてくれた一人の女性ファンと結婚して再起を図った。そうして一度目は11勝4敗の成績で、 優勝して一場所で戻るも長くは持たず再度陥落。結局三役通算在位18場所だが、大関昇進を果たせず、平成9年5月場所を最後に引退した。引退後は、年寄り、四頃山を襲名。後に大ナルトに、名席変更し、佐渡が学部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たったが、平成19年11月場所千秋楽を最後に、 日本相撲協会を退職した。現在では、東京、錦糸町と八丁堀で、力士料理ごとが、梅を経営する。水晶鍋と称する佐渡が学部屋伝統の塩ちゃんこと、自身の現役時代の四個名にちなんだ梅酒が、看板メニュー。ことが、梅は、店主として店頭にいる、ちゃんこ店経営者の代表格という評判である。ちゃんこ店経営の傍ら、 現役時代から仲が良かった寺尾が運営するしこ山部屋の師範台を務めている。千代の富士とは22回の対戦で一勝しか上げてないが、その一勝というのが千代の富士が53連勝の一勝目を上げる昭和63年夏場所7日目の前日に押し出しで破ったものである。また、53連勝のうち16連勝目もことが梅との対戦であるが、 この相撲もことが、梅が、立ち合いから、一気の押しで、千代の富士を土俵際まで追い詰める。下がりながら、左上手を取った千代の富士が、土俵際で、左足一本で残りながら、頭を押さえながらの上手投げ。木村昌之助の軍配は、ことが梅に上がるも、物言いがつき、軍配再営で、千代の富士、白表の勝利。ちなみに、この時正面の審判長席に座っていて、 場内アナウンスをしたのが、千代の富士の師匠である90だった。千代の富士の53連勝の中で物言いがついた取り組みは、この一番だけであり、内容的に見ても最も危なかった一番で、この頃のことが、梅が力士として、実力的に充実していたことを表している。ことが、梅の同部屋同期生には、同志社大学出身の元高校横綱と、 元学生横綱の実績を誇る当時の超大物であったこと、藤沢や日本大学出身の元高校横綱であったこと花田といった逸材が存在したが、両名とも関取昇進を果たせなかった。また一緒にスカウトされたことが谷という力士もいたが、こちらも関取になれずに廃業している。ちなみにことが、梅とことが谷の嗜名は、 同地出身の横綱二代梅が谷にちなんだものであり、間の家は共通として、梅と谷を二人で分け合ったものである。私生活では長らく、小宝に恵まれなかったが、引退相撲の翌月に長男を授かっている。引退相撲の記事では、三重の夫人が支度部屋でことが、梅のネクタイを締め直している写真が掲載されている。同郷である女優の柴田理恵とは、幼少時から交流がある。 柴田によれば、幼少時は、気が優しく、相撲界でやっていけるか心配だったという。今町の蕎麦屋、袋亭は、八尾城で最も大きい寺院である、門明寺の入り口にあるが、袋亭の女将は、ことが、梅のおばである。襲名した年より、四頃山、大鳴門は共に仮株であった。1998年5月から2002年9月まで、 年寄り名跡の貸し借りは原則禁止されていたが、ことが、梅は同時に公表された年寄り、名石所有者一覧の中で、年寄り名石借用者の一人として公表されており、借用者として公表された者は、現状の所有者からの未年寄り名石を借り続けられる、ことが認められていたため、四頃山を所有する寺尾から借用し続けた。しかし、寺尾が十両に陥落し、 引退間近となり名跡変更を余儀なくされたが、新たに別の人物から年寄り名跡を借用することができないため、形式上、ダイナルトを所有していたデジマから譲渡されたという手順を踏んで、ダイナルトを暫定的に取得し襲名した。ありがとうございます。